アメリカナチ党はアメリカ合衆国の極右政治団体。かつてはバージニア州アーリントンに党本部が置かれていた。ジョージ・リンカン・ロックウェル1959年3月8日、元アメリカ海軍中佐ジョージ・リンカン・ロックウェルは国有財産に反対するため自由経済国家社会主義世界連合を結成し、同年12月に党名をアメリカナチ党に解消した。 エインピーはアメリカでのナチズム復活を目指し、アドルフ・ヒトラーのナチ党の理念や政策に大きく立脚しており、陶器や制服もナチ党を模倣したものを採用していた。ロックウェルはバージニア州アーリントンの未亡人が所有する邸宅を購入してストームトルーパーバラックと名付けて党本部とした。結成当初はナチズム、白人市場主義を前面に打ち出して、 非合法路線を取っていたが、1960年代後半に、ハイルとロックウェルは、地方選挙に、候補者を擁立するなど合法路線に切り替え、ジーク・ハイルの掛け声やハーケン・クロイツホワイト・パワーの理念などを控えるようになった。1967年1月1日には、党名を、国家社会主義白人党に変更し、一部の強硬派の、党員を追放した。この透明は、 全米国人地位向上協会を意識したものと言われている。ANP NSWPP は1966年から1967年にかけて全盛期を迎え、当主であるロックウェルの名声も高まった。ロックウェルは1966年4月には、プレイボーイのプレイボーイインタビューから取材を受けるほどの著名人となっており、500人の支持者が存在した。 1967年6月28日、買い物から帰ったロックウェルは、ストームトルーパーバラックに続く車道が伐採された木で封鎖されているのを発見した。ロックウェルは、近所の子供のいたずらと判断して党院に除去を指示するが、直後に背後から銃撃された。銃弾はロックウェルの車に当たり、跳ね返った銃弾はロックウェルの側をかすめた。 犯人に逃げられたロックウェルは6月30日にアーリントン軍裁判所に銃の携帯許可を申請するが却下されている。8月25日、ロックウェルは自宅近くのコインランドリーで再び銃撃された。銃弾はロックウェルの胸に命中し、彼は車の助手席から這い出して道路に倒れ込み死亡した。犯人のジョン・パトラーは元インピー。 NSWPP 党員でロックウェルにマルクス主義者として追放された人物だった。ウィリアム・ルーサー・ピアース・ロックウェルの死後、副党首のマティアス・コールが後継者となった。コールは熱狂的な国家社会主義者であり、ロックウェルの恩恵路線を放棄し、再びハーケン・クロイツと突撃隊を模倣した制服を復活させ、白人市場主義を全面に打ち出した。また、 国家社会主義者世界連合議長の地位も継承し、パブル・リースクノス戦を初期に任命して、勢力の拡大を目指した。しかし、1970年代に入ると思想面の対立から内部分裂が起こり、1970年にユダヤ人の父を持つフランク・コーリンが党を離脱し、アメリカ国家社会党を結成した。党内に残っていた批コール派は、 ウィリアム・ルーサー・ピアースの元に集まり、ピアースは1974年にナショナル・アライアンスを結成して NSWPP を離脱した。有力幹部、ピアースの離脱で NSWPP は大きな打撃を受けたが、コールはサビトリゲビの影響を受け神秘主義に傾倒しており、次第に政治活動から宗教活動に重点を置くようになった。彼はナチズムを 白人を大敗と絶滅から救うためのヒトラーからの贈り物と考え、ヒトラーの死を殉教と捉えていた。このような思想は、バンズ内部からも反発を招くが、コールはより宗教色の強い党に再編成し、ニューオーダーを結成した。これにより、ロックウェルが築いたンピーは消滅した。1979年11月3日、NSWPP は、 クークラックスクランと連携してノースカロライナ州グリーンズボロで行われたアメリカ共産主義労働者党主催のデモ運動を襲撃した。この際 NSWPP と KKK は CWP 党員5人を殺害し40人が警察に逮捕された。NSWPP と KKK は起訴されたが2件の刑事裁判で無罪となったものの1985年の 民事裁判では、デモ参加者の権利を侵害したとして35万ドルの賠償を命じられた。ミズーリ州コロンビアでのエインピーの活動ロックウェルの死後、アメリカナチ党を名乗る別系統のグループが乱立した。最も早く組織されたのは、NSWPP カリフォルニア州支部党員で、ハンコール派だったジェームズ・ワーナーとアレン・ヴィンセントが1968年1月1日に、 結成した団体だと言われている。1982年にはアメリカ国家社会党から離脱したジェームズ・バーフォードが新たにアメリカナチ党を結成している。バーフォードのアメリカナチ党はシカゴに拠点を置いて活動していたが1994年頃に解散したと言われている。この他にジョン・ロバート・ビッショップがアイオワ州ダベンポートで結成したアメリカナチ党がある。 ロックウェルのエインピーに所属していたロッキー・スハイダも新たにアメリカナチトを結成している。スハイダはミシガン州ウェストランドを拠点に活動し、自身のアメリカナチトをこそがロックウェルの正当な後継組織と主張しているが、直接的な関係はなく、エインピーの資産はコールのニューオーダーが引き継いでいる。スハイダは年に1回カリフォルニア州で党大会を開催し、 メディアに出演して、他のネオナチ団体を批判している。また、党員は警備員を除いて、ナチ党の制服は着用していない。ありがとうございます。